すぐ逃げてんの。はい。ちょっと向こうから投げてみましょうか。前方後円墳でございます。玉木一号墳、一番大きいので80メートルぐらいあるのかね。ああ、わからんな、これじゃ。あ、ここにある。123号墳。2号墳が大きいんかいね。90メートル。3号墳は50メートル。あ、2号墳が大きいんやな。1号墳50メートル?ちょっと向こうから眺めてみようか。あら、池がありました。これ裏ですけどね、ここに3基あるんだけどね、ちょっとね、3基がどういう風に配置か見てみようか。ちょっと破壊されてるかわからんな、これじゃ。これ1号本や、2号本がどれかわからへん、これ2号本は。あれ2号分だろうね。で、あの裏が3号分やろうね。こっちが方分の方やから、方分の方からね、こうこうか。ここに方は行かれんがね、やぶになってますわ。あ、横から行ける、これ。一応歩いた跡ありますよ、これ。歩いた跡が。ああ、見落とすとこやったやんか。これ1号本。1号本の、ほら、石油ザルがね。いやー、これまた細かいね、石。綺麗ね、積んどんねんけど。積んでくれてはんねんけど。これ初めてかもな、こんな感じのやつは。天井はやっぱ広いのを使ってくれてるけど、大概ね、まあ時期にも読んでやるけど、だんだん大きくなってくるんでね、6世紀とかになってくる、5世紀とか6世紀になると。ああ、綺麗にね、積んでくれてありますわ。はいはい。ね、これがちょっと横にずれたんかな、これ。ずれたわけでもないか。ずれたわけでもないよな。ちょっとイメージ的にはね、これが出っ張ったんだけどね。大概ね、まっすぐか中入って広くなるのがあるんだけど。ああ、上に大きな木が。これ1号分でございますからね。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってや。もうちょっと中入ってみよう。せっかくやから。中に。あ、1メーター70ぐらい。65から70。奥の方もっとあるわ。1メーター80ぐらいありますわ。もう、もっとね、上高、高さないか思ったら、かなりありますわ。はいはい。中入ってみて、お、ね、入ってみないとわからんかな。はいはい。ありがとうございました。入ったらね、中の方はね、高いんでさ。手前はね、1メーターに2、30しかないんだけど。1号分。で、2号分はいけんのかな、こっちから。はぁ。1号分上がれんのかね、これ。一応上がってみようか。また珍しいね、ブロックで階段作ってくれてありますわ。もうブロックも崩れてますわ。はい、これが墳場でございます。あら、神社がある。
はいはい、今引っかかってね落っこちましたけど、ずいぶんこれ高くなってるね。関節が噛むみたいになってるね。はい、ありがとうございます。今の石室は どこやって、石室分からへんな。この下か、見えへんな。はい、神社があります。失礼しました。はい、行ってみましょうか。雰囲気分かりましたけど、ちょっとこの辺に引っかかったの、どこ引っかかったんやろう。これ引っかかったのかな、どこで引っかかったか分からんけど、どこ引っかかって危ない、こけましたわ。ずいぶん注意しとんだけどね。